よし、やりますか。こんにちは、こんばんは、お願いします。やるか。こんばんは。アルバネギと言います。お願いします。今回五等分の花嫁という作品の5つ語を書いていくんですが、なんで書くかというと、もうすぐ五等分の花嫁スペシャルの劇場先行公開が行われるということで、マガジンで、特別イラストみたいなのをお願いされたというか、よく書きますって言って、書くことになりました。だから、まあ、それ用ですね。マガジンに載ります。ただ、編集長に確認したところ、完成品はマガジンで見てねというような形式だったら大丈夫ということを言われましたんで、今回線画をやっていこうかなと思います。まあ多分ね、色塗りを配信でやるって結構難しいから、まあ線画が一番いいかなと思ってたんですけど、まあ、線画になりますね。で、今日、午前中に、普通の原稿の仕事を提出して、一日、いや、どんな構図がいいかなって迷ってて、いろいろさ、やってたんだよね。だからなんかこういうので出したりするんですけど、いやどれがいいかなとかやってたんですけど、いやなんだかんだ、いやシンプル、久々に乗るからシンプルで可愛い状態の5つ語を書こうかなっていうことで、まあ5人並んでみたいなので、ちょっと書こうかなと。これでちょっと塗りをちょっと奥の方でいろいろ試しながらやっていこうかなと思っております。いやちょっと迷ったね。特別ななんかイラストにしようかなというのを思ったんですけど、久々だからなっていうので、ちょっとシンプルを狙ってみました。で、まあ順番にね、ちょっと結構長丁場になると思います。すいません、コメントとかもね、翔也さんありがとうございます。いただけるとね、まあ答えれるものには答えていこうかなと、いうことで、ちょっと大変な時間ですけども、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、ちょっとやっていきますんで、黙ってたら、あ、集中してんなと思ってください。結構なんだろうな、普通の漫画絵と違ってカラーの線画ってなんかちょっといつも以上に気使うんですよね。漫画の絵ってなんか最悪汚くても許されるというか、汚いのが逆に味になるみたいな、割り切り方で、結構なんだろうな、書いて消して繰り返すんですけど、なんかカラーの線画はあんまりこうしたくないっていうか、まあぬるっとしたね線画できたらいいなと思ってますけど、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。アーカイブはね残しますね。これはもう普通になんか許しを得たんで僕がなんか変なこと言わない限りアーカイブに残ると思います。だから何も言わないように気をつけますね。ちょっと待ってね。
劇場版見に行きます、ありがとうございます。とそこのね宣伝もねしときたいですね。あの五等分の花嫁の終わったかと思わせて実はまだやるんですよ。原作がねあのアニメになった時に、飛ばしちゃったエピソードをアニメ化しますということで、五等分の花嫁スペシャルということで、劇場公開テレビスペシャル放送、早く見たい人は映画館で見てねというスタイルになってますんで、もしよかったらこのイラストをどういう使われ方するかわかんないですけどもしかしたら映画の特典とかになんかなるのかな、わかんない。僕はまだマガジンに載るってことしか知らないですけど、ちょっとわかんないですけど。アプチェさんありがとうございます。いつぐらいかなマガジンに載るの。再来週ではないかのもう一個先ぐらいかなくらいを想定しておいてください。まあ映画が放送、映画放映時期くらいですかね。ムーチケ買いました、ありがとうございます。ヨアネルさんありがとうございます。とムービーチケとかでなんか特典とかもありますんでね、あらかじめチケットとか買っといてもらえると嬉しいです。僕も、なんだろうな、絵コンテ、まあ最終チェックが絵コンテなんですよね、原作としては。で、あとは映像になるのをお楽しみにみたいな感じなんですけど、まあ絵コンテとプラス、なんだろうな、オープニングの絵コンテなんですけど、もあるんですよ。で、オープニングの絵コンテは、結構音楽に合わせて動く絵コンテではないのかな、今回違うのかなの時もあるんですよ。音楽に合わせて見せてくれる時で、まあ、そうじゃない普通の絵コンテとして送られてきた時はデモ音楽、まだ、声優さんの声が入ってない音楽と合わせて流しながらこう聞いてチェックするんですけど、まあそれ見る限りめちゃくちゃいいオープニングにはなってんじゃないかなって思いますね。オープニングも新しい歌とかなんで映画館で見てほしいですね、ぜひね。りょうさんありがとうございます。ムビチケも買いました、30回以上。いや無理はしないでね、ただこの前の映画より短いんで、周回はしやすいかもしれないですね。周回だけで言うと、この前は長すぎたんで、この前より全然短いです。本当にテレビスペシャルを先行上映という長さを考えておいてください。初めて見れた、ありがとうございます。こんな感じでね書いてますんでよろしくお願いします。で、ニノか、いや結構これ皆さんにとってこれ下書きどうですかね、結構しっかりめに書いてる方なのかな。僕的にはしっかり書いた方なんで、配信するんで
あの脳のリソースがちょっと配信に割かれちゃうなと思って、下書きしっかりめに書かないとなと思っていう状態ですね。まあそれでもちょっと細部はまだ甘い部分があるんで、多分下書き直しながら書いていくことにはなるかな、この先。あとね、もう色塗りの時にいくらでも直せますんで、ちょっとこの配信で見たの形と雑誌に載った形ちげえぞってことになるかもしれないけど、そこはまあそれを含めてね、楽しんでください。お金なし学生ですが、映画毎週1回行かせていただいてました。ありがとうございます。だから3期じゃないですよ、正確には3期、なんか五等分の花嫁3期みたいなさ、言われ方してるじゃん。3期じゃないですね、これ。特別編と思ってもらえるかいいかな。まあ、続きじゃないんでね。安倍。タン。すいません、名前を読むの諦めました。ありがとうございます。抱き枕抱えながら、見てます。ありがとうございます。眠らないように、見ててくださいね。で、5つ語を書くのマジで久しぶりなんで、なんか変だなって思ったら教えてくださいねこの顔変だよって。なるべく当時のことを思い出しながら書きますけど、ケンジさん、ありがとうございます。スイッチソフトの5等分楽しみ、ありがとうございます。劇場版もありがとうございます。と、いろいろね、5等分関連これからもなんかいろいろ出してもらえるみたいなんでね、ありがたいことに。もうさでもこんな長くさ出し続けてもらえるもんかねってくらい出し続けてもらってますけど、出ます。9月にね、ゲームソフト五等科のというソフトが出ますんで、そちらもよろしくお願いします。無限にいろいろ出てくるよねいやマジで無限だよ。もうさ、グッズになってないものないよね。グッズ担当の人もすごい悩んでると思うよ。もう次何出せばいいんだろうみたいな。で、あれだよね。そう。でも、ありがたいことに、ね、僕も結構買わせてもらってるというか、いや、タンブラーがね、小さかったんですよ、我が家。タンブラー、もうちょっとでかいの欲しいな。いやでもな、今持ってるしな、買うほどでもないなと思ったら、グッズでタンブラー、超特大サイズ出てくれたんで、これありがたかったな。それ、もう、しかも5つね。5等分のグッズは基本、もらえると、プラス5個になるわけですから。いや、かなりありがたい。いくら、いくら雑に使っても大丈夫ですね。ストックがあと4個ある。まあでも出過ぎではありますけど、皆さんね、そこら辺は無理のない範囲に買ってもらえると嬉しいかな。
韓国のファンの方、ありがとうございます。ご当分書いてくださって、とても幸せな日々を過ごしながら、まあ、就職、今日就職、あ、おめでとうございます。頑張ってください。学生時代をね、ご当分で過ごしたという。いや、ありがとうございます。いや、青春時代。おう。いや、僕も、その時の作品があったから、青春時代過ごせた人間なので、その作品に今自分の作品が慣れてると嬉しいかな。我々の名前はアテムさん、ありがとうございます。ゆうたさんもありがとうございます。スペシャルやってくれるの楽しみ。カムイさん、ありがとうございます。人生変えられた。ありがとうございます。楽しんでもらえてたら嬉しいね。これは、多いね。いや、普段見てくれない人も、今見てくれてるの、いいよね。こんな感じで、ゆるくやってるんで。特に、絵描いてるだけなんですけど、ちょっと緩く見てください。普通に仕事してるだけなんで。このね、いつも配信にだけって書いてるじゃないですか。なんとかしてるだけってよく配信でタイトル書いてあるんですけど、これはもうそれだけですよって意味を込めてますから、もうそれ以上は何もないですよ。そう、いつもは時間変更らへん、日付変更ぐらい、そうそう、日付変更、そうそう、24時あたりしかちょっとできないんですけど、今回はちょっといつもと違うというか、イラストもね、ちょっと時間かかる。いつもはいつでも切り上げられる絵なんですけど、今回ちょっと全部終わるまでちょっとやめたくはないなと思ってるんで、ちょっと早めに始めました。5人いけるかな。できれば24時までには完成させたいですね、線画を。結構、いや、もう2のなんか終わりそうだもん。見て、2の終わりそうじゃない。これいけるっしょ。なんか話してたら2の終わりそうだわ。同絶点を。いや、緊張しちゃうよ、人増えると。手プルプルになっちゃうから。ありがとうございます。なんかね、コメントしてくれたら答えれることは答えますんで。でもすいません、コメントを、見続けられないので、提出上かなり見逃すコメントは多いんですけど、申し訳ない。たまにコメントに答えます。ごとかのネギ先生、楽しみなルートありますか。どうだろうね、楽しみか。それで言うと、一気とかさ、あんまり恋愛気がなかったじゃん。と思うと、やっぱ一気のそういう部分見えるのは楽しみかな。
もうごときつやった皆さんはもう見てらっしゃるんでしょうけど。僕まだ島に取り残されてるから、まだ見れてないんですよね。それぞれね、まあ細かいところは、編集部監修ではあるんですけど、僕の元に届いている部分もあります。キャラクターこれこういう解釈で合ってますかみたいな。こういう設定で大丈夫ですかみたいな、そういうのは、僕が見てるんですけど、まあ編集さんというんですかね、担当さんはもう一字一句チェックして、面白かったということは聞いております。いや編集部大変ですよ。だから今さ、僕の作品2個動いてるから、同時に僕の担当さんが今2人いて、1人は全体担当全体担当の編集さん、1人は5等分担当の編集さんで、で全然同じぐらい忙しそう。5等分担当というか、5等分メディア担当っていうんですかね、2人とも漫画の編集さんではあるんですけど、で普段は3人で、漫画のなんだろうな、意見をくれるというか、まあ、普通の編集さんの仕事してくれて、プラスでアニメの方もやってくれてる。一人の担当さんは戦隊、一人の担当さんは五等分という。だから打ち合わせの流れとしては、普通に漫画の感想とか言ってもらって修正とかして、じゃあ戦隊はこんなところでっていう後に、じゃあいろいろアニメの方の監修いきますかって、まずは五等分の、なんだろうな、グッズとか監修から始まって、まあその流れで、まあ、ゲームとかなんだろうな、他にいろいろ、まあコラボとかそういうのを見て、じゃあ5等分これくらい、続いて戦隊って言って、もう一人の方にパスして、今回の、監修物ですみたいな感じで、いろいろ見ていくっていう感じかな。編集さんはね、絵描けないですよ多分。僕の想像では描けない。でも頭はめっちゃいいけど、絵に関しては勝てるかな、さすがに。もう編集さん絵描けたら自分で描いちゃいます、ますからね。そこはちょっと勝ってたいな、さすがに。
まあでも絵を見るプロではあるんで目は肥えてると思います。全然だからさ、絵をさ、なんか上手い絵を見続けてるわけじゃんね、いろんな作家さんの。ってことは描けなきゃおかしいよ上手い絵を知ってるってことはそれ再現できるってことですから、この知ってる絵通りに描けばいいんだ。まあそんなことできたら僕ら仕事なくなっちゃうんですけどね。そんなことできたら僕がめちゃくちゃ絵上手くなっちゃうんですけどね。風太郎の名前の由来って何ですか？一番最初まで遡ると風林火山の風で、でもう少し遡ると風神雷神ですねの風です。でなんでその後に太郎がつくかというと、抜けた響きの名前が良かったからです。なんかあんな、なんだろうな、あんなさ車に構えてるというか、まあ素直じゃないやつが太郎っていう、なんか太郎みたいな名前だとまあいいかな、可愛いかなと思ってそういう名前にしました。まあ特にさ、序盤の風太郎なんて好感度なさすぎだからなんか5等分全部見てくださってる皆さんにとってはなんかまた印象違うかもしれないですけど、特に最初突然現れたやつ、なんか嫌なことばっか言うやつっていう主人公じゃないですか。だからなんかちょっと可愛げが欲しいなと思っていろいろ工夫はしました。あの変な頭頂部もその一環です。デリカシーはなかったね。でもさ、主人公は好きになってもらいたいからさ、ちゃんといいとこあるとこまで見てほしかったんだよねじゃ、なんか変ないけすかないやつだけどいいとこもあるんだよってところまでね、それを風太郎という名前でちょっと間抜けに感じてもらえたらいいなと思って名付けました。まぶたの厚みを揃えよう。よし、こんなもんかな。顔をどう？ちゃんと可愛く描けてる？
可愛い、ありがとうございます。いや安心安心、最近可愛く描く意識を怠ってるからさ可愛く描けてるといいな。インクだまりどうやって作ってるか、僕はもうこれはもう全て手作業ですよ、インクだまりこれさ、もう本当にデジタルの人はもう地道にやっていくとしかないんですけど、デジタルの線とアナログの線の大きな違いというか、違いの一つさ、インクだまりがあるかどうかなんですよ。でこれデジタルの線ね、こういうこれちょっとデジタルの線っぽいじゃないですか。でもアナログの線ってこのペンにさ、こういうペンに、金属のペンにさインクつけるんですよ。こういう瓶に入ったね。でここを黒く濡らして書くわけだから、なんかね、書き始めこうやってね、インクがいっぱい出るんだよ。で出たりするし、こうやって線が重なった時にここちょっとインクがにじむというかね、にじんだりするんだよね。これがアナログっぽさだと僕は思ってるんですけど、それをデジタルで再現しようと思うと結構そこら辺意識して描かないといけないんですよね。だから今の絵で言うと、まあ、ここら辺かな、注目してほしいの。このここら辺ちょっと黒く丸になってると思うんですけど、これが引いた時にちょっとね、インクが出すぎてるというかまあそういう表現にはなってますね。そこら辺がまあ細かくやっていく。で僕は多分意識せずに描いてるので、ここそんくらいまで、なんだろう、体に馴染ませるんですかね騙す、人を騙す努力ですよこれは。もしかしてデジタルじゃないのかっていうくらいの絵の方が、まあ僕の好みではあるんで、そういう絵にはしてます。絵を描くときめちゃくちゃ綺麗に描くにはどうすればいいですか？シャーペンで描いてます。これはもう腕で描くしかないですね。これはもう、皆さん、ちょっとできてるかわかんないですけど、まあ、細かいね、ストロークは手で描いてもいいんですけど、腕で描きましょう。この、手首は固定して、肘で描く。手首は固定。で、肘がまあ綺麗なストロークにはなるかな。あとこれはもう本当に手を痛めないというか、手首でやりすぎちゃうと腱鞘炎になっちゃうんでね、それを防ぐというメリットもあります。しようかな、この画面外のところを想像するにカーディガンはもうちょい、いやこんなもんかな。ウエスト細すぎるかもしれん。こんくらいにしとこう。先生のペンタブ、そうですね、僕はペンタブというので書いてるんですけど、ペンタブはどんくらいの大きさ、27インチかな。これはインチってさ
いや、インチのこと、まださ、あんま、詳しくないけどさ。雰囲気でインチを語ってるけど、対角線の長さなんですかね。つまるところ。角と角の長さ。まあだから27インチって言われて、いや、どんぐらいやねんって思うかもしれないですけど、まあ、だいたい27インチです。のモニターが、まあ、に直接ペンで書いてるという感じにはなります。まあ、2のと比べると、こんくらいかな。あ、こんくらいで想像してもらえるといいかな。こんくらいが僕の前にあります。いや、もうちょい、いや、こんくらいだな。これ27インチです。いや、2の早かったなぁ。もう終わりじゃないこれ。こうやって毛をね、追加できるのがデジタルのいいとこですけど。ヨングさん。ありがとうございます。ヨング王さん。カラーイラストを描くときも漫画と同じ不器用ザラペン。最近はそうですね。前までは、シャーペンっていうんですかね。コミスタの時は、シャーペンというツールを使ってたんですけど、ちょっとなんか同じ書き心地のやつがなくなっちゃって、ちょっとそこを諦めましたね。今は普通に、漫画書く時と同じペン使ってます。だから、正確に見ると違いますね。線が。僕の5等分時のカラーイラストと先代の時のカラーイラスト見比べてもらうと、ペンの部分が違う。で、まあ、違うからって大きく違うわけじゃないんですけど、ちょっと雰囲気は変わります。よし。いいかな。ただ、まあ、メリットとして、漫画描くときと同じペンなんで、書き心地が一緒なので、早く書くことはできますね。今まで、カラーのときはちょっと時間かかってたんですけど、ペン変えたから、書き心地が変わっちゃって。2の終わり。これを、まあ、明日塗るかな。で、次。いや、どうしようかな。ミクかな。左から順番に書くか、両サイドから書くか。同じサイズの、キャラがいいな。ってことでミク書きます。左右のね。あえて真ん中は無理ですね。もうこれはもう手前から書くのが一番効率いいですから。もう結構漫画家さんとか平気な顔でさ、なんだろう、映らない部分を書いてる人いるんですよ。僕、それちょっとできないっていうか、許せないですね。できれば映らない部分は描きたくない人間なんで。できれば、この手前から描いていきたいですね。
ミク可愛いお顔を見てから寝る？見てって。頑張って。いや、ニノがね、早く終わったから、案外、スムーズに行くんじゃないかと思ってる。ちょっと待って、子供が起きたから、ちょっと飛び飛びになるかも、声が。すみません。僕が急に黙り始めたら、そうだと思ってください。かっこいい手の描き方。節を角張らせる。僕が昔から意識してるのは、このなんだろうな、こう大げさに言っちゃうと、こう爪。これ大げさに言っちゃうとここですね。ここを角張らせる。ここ。これをまあバランスよくやっていくと、いいかな。かっこいい。まあ、かっこいいも人それぞれだけど、僕なりのかっこよさは出るかもしれない。遊戯王とかさ、かっこいいじゃんって。あんな感じだよね、理想は。元文関連の YouTube 見ますか？いやー、見ないかな。で、自分が関わってるなんか見るのちょっとくすぐったいんで、あんま見ないですね。YouTube で花嫁のネタバレ食らった。いや、もうそうだよね。もう今からさ、五等分の花嫁読もうってさ、無の状態からなかなか行きづらいよね。もうそこはもうリアルタイムで追ってくれた人の特権としか言えない。まあでもこの先さ、もうしばらく経ってだいぶ落ち着いてきたら、
まあそういう風に読んでもらえることも増えるのかもしれないですね。漫画描いてる人男性です。俺だよ。男でしょ。めちゃくちゃ男だよ。ヘッドホン久々に描こうかな。いやなんかさ、女の人に間違われること多いよね。名前も別にさ、女性っぽい名前じゃないよね。アルバニーってどうなんだろう。男っぽくもないけどいや男かと断言されるほどの名前でもないけどさ。女性だと思ってた。すみません。最初女性だと思ってた。あ、アイコンがいつきはあるな。アイコンに引っ張られがちだもんね、こういうのって。まあ違うとは思っていつつも、なんか印象みたいなのがアイコンに引っ張られるみたいな。でもさ、なんかアイコンもう変えづらいんだよねなんかあんまりアイコン変えたくない人間なんですよ。でもなんかあのアイコンで定着しちゃってるからあんま変えたくないんだよね。でさ、いろいろなとこであのアイコン使ってるから、なんかめんどくさくなりそうっていうのもある。S ローペさん、ありがとうございます。素敵な色と、ありがとうございます。ありがとうございます。自分のキャラとはいえ、いつごちゃん描くとき参考資料は置いてますでしょうか？さすがに、置いてないかもな。置くときってどうだろうな。まあ、結構頭の中には残ってるから、まあ、忘れることはないんですけど、絵柄みたいなのはブレるかもしれないですね、置いてないから。
まあ、あとは服装とかが、まあ、特殊な時は置いてるけど、まあ、五つ子の顔は大丈夫かもしれないですね。結構頭に残ってる、結構書き続けてきたから、まあ大丈夫なんですけど、まあ逆に五等分はもうほぼ6人だったんで、それで許されてたんですけど、仙台始まってからもうさ、平気な顔でなんか30話ぶりぐらいとかに登場するキャラとかいるから、そしたらもうあれですね、横に単行本を置いて書くことは多いですね。で、そう、あとさ、絵柄のブレはもう間違いなく自分の中であるんですけど、これさ難しいのがいや皆さんの中でも多分ブレがあると思うんですよ。いやみんなね、1話と最終話見比べてもらうともう分かると思うんですけど、全然絵柄違いますから。だから人それぞれの五等分の花嫁の絵柄みたいなのがあって、結構難しいんだよね。どれ描いても外れの人は出てくるっていうことはあります。まあ、五つ子だね。五つ子の顔。いや、結構、初期はまだ大人っぽいっていうのかな。だんだん丸っこくなってくるから、五つ子。で、あんまり僕自身もそんなに、あえて固定したくないというか、その時その時自分が可愛いと思ってる描き方、がいいなって思ってるから、こんなに何だろう、意識してとどめようみたいなことはしてなかったんだけど、ただそうやってた結果5人は丸くなっていったということですね。漫画家はいつまで続けたいですか？ここで決める？いつまでって。いや僕はもうさ、今のが最後でいいと思ってる自分と、いや多分また書くんだろうなと思ってる自分、両方いますね。これはもうね、ずっと両方いる。もう最後、これ最後にしようって思ってるけど、いや終わったら、いやなんか書きたくなるんだろうなっていうのも想像がつく。もう決めなくていいよね。まあ決めなくていいけどさ、いやどっちもあるんだよね。だからその時の気分で、だから僕これさ、ずるいのがさ、続ける方が有利なんだよ。なぜかというと、
もう書かないって思ってる僕がいたとしても、一日書こうって思った僕がいるともう続けるモードになっちゃうんだよね。一日よし続き、なんかまた新しい作品書こうって一日だけでも思っちゃったらさ、そっからもう新しい漫画書くこと始まっちゃうから、いやなんだかんだまた新しいのを書くような予感はしてるけど、わかんないね今の段階では。いやたださ、ちょっとそろそろ習慣厳しいかもとは思ってるこれは申し訳ない。この週刊少年マガジン愛読者の方たちとそろそろお別れの時期が近づいてるかもしれない。いや、あのね、まあ別マガもありだし、全然マガポケとかもあり。とか言ってる時点でさ、新しいの書きたくなってんじゃんってなるけど、もうちょっとその、書くペースに余裕ができる媒体だったら何でもありかな。まあ最悪、多分もう雑誌で載せてもらえないってなったとしても多分何かしらで書くと思う。Twitter とかで全然漫画載せると思うし、まあ、何かしらで漫画は書くんだろうなとは思う。タムタムゲームズさん、タムタムゲームチャンネルさん、ありがとうございます。今書く5つ後もうその時で最大限の可愛さ。いやそうなんですよね、これが今僕が可愛いと思ってる5つ後ですよっていうのを風に見てください。いらんなこれは。こっちですね。まあね、ただ単に書き方を忘れてるっていうのは全然十分あるんですけどね。ただ大きくずれてはいないだろうという自信もある。飛べない豚はただの豚ささん、ありがとうございます。応援ありがとうございます。犬で、解散してる人いる？女かと思ったら男じゃねえかいや申し訳ないですね、出会いを求めてる人がいたかな。しかも既婚です、すみません。何かしらのチャンスだと思った方申し訳ないです。クラッシュウッドさん、ありがとうございます。頑張ります、頑張りますよ。いやだ、ただこれで1時間経ってんのか、そんぐらい経ってるよね。ペース上げていかないとね。
エル羊さん、ありがとうございます。久しぶりのいつごちゃん、見てってこれ、先行配信ですからね。そのうちマガジンで見れると思いますけど、18年間で一番ハマった漫画、嬉しいよね。1話から見てくれてるってことだよね。じゃあ、ありがとうございます。光栄ですね。サイン会の時着ていたシャツはどこのブランドですか？え、何着てたっけ？いや、覚えてないな。なんかワインのやつだったっけ？カラフルなやつ？どこのブランドか忘れちゃった。カラフルなやつ着てたっけな。まあでも僕の着る服なんて限られてますからね。そんなに忘れるような感じではないですけど。マジで外に出ない生活なんで、服が必要ないんですよ。これ漫画家のメリットで。服買わなくていい。ベージュのセットアップとかね、あれはね、イベントに来てたやつね。あれでいいんですよ、漫画家は。家ではどんな格好かっていうと、もう本当に捨ててこと T シャツとカーディガンですね。もうこれ基本、まあ捨ててこ、お味味、下はね。で、下は上は T シャツね。で、今来てるのは5等分の花嫁スペシャルイベントのもらった T シャツね。で、カーディガン。これは寒いと絵が描けないから。もうさ、漫画家の一番の敵って寒さなんですよね。すべてのやる気がそがれる。寒いと。でも、クーラーとか入ってるじゃないですか。でも、ちょうどいい温度にならないから、カーディガン、薄手のカーディガンをいつも着ています。あの T シャツ、暑い。クーラーは入れてるんですよ。クーラー入れないのはさすがに厳しいけど、クーラー入れたら入れたで寒いんだよね。わがままだから。クーラー入ってると寒いけど、クーラー入ってないと暑いんだよ。でもカーディガンがちょうどいいんだよね。大阪府民さん、ありがとうございます。花嫁店めっちゃ行ってる。いや、本当にありがとうございます。すごいじゃん。なんかいろいろ各地でなんか変化あるのかな。
彼女はすごい行動力だ。元分の花嫁店、結構いろんなところでやっていただいているので、それもね、ぜひお近くの際は。肩こりは大丈夫ですか？もうさ、凝ってんだけど、凝ってんか分かんないんだよ。いや、分かんないですね。凝ってはいるんだけど、自分が凝ってるか分からない。感覚が。肩より腰とかの方が嫌かな。なんか、座れないほど痛いとかだと、まだ全然仕事進めたいのになって時に、いやでも腰痛いしなーってなって仕事を中断するときあるかも。凝りすぎて、だからもう筋トレもさ、してくと疲れなくなるっていうじゃん。だから肩こりも凝りすぎると凝らなくなるんですよ。よし、顔いいかな、どうだろう、いいかな。まあ塗り次第なところはあるけど、塗りの時微調整、ちょっと目下げようかな。かわいい、ありがとうございます。いいよね。で、体ですよ。3つ子とか4つ子ではなく1つ子にした理由は、なんだろうね、最初の最初は。マジで5つ子にしなさいという天のお告げではありましたね。なんだろうね、5つ子。いや、マジでわからんな。まあ、5人っていうのが。バランスいいと思ったのかな。いや、たださ、5人ね、ちょっと後悔してるというか、いや、これはいいんですよ。これね、センターカラーではありますね。横向きではあるけど、関東カラーじゃないんですよ。センターカラーの横向きのイラストにはなるんでいいんですけど、いや結構さ、関東とか描くときに真ん中にキャラ入れられないんですよ。そしたらもう断ち切られちゃうから、真ん中になっちゃって。で、漫画とかでもさ、まあ5人見開きみたいなシーンも多かったんですけど、真ん中にキャラを置けないからさ、結構工夫はしたかな。4人だと大丈夫なのになーって思いながら。さて、まあ、あと単純にさ、一つのイラストに5人詰め込むの結構バランスとか考えるの大変だったりするんで。いや、大変ではあったんですけど、まあ5人ですね、やっぱ。今考えても。あとツイッターが4枚までしか画像を載っけれないっていう。不便さもあります。
4人ならいいんだけどな。いや、大抵いつきがちょっとかわいそうな目に遭っちゃうんだよね、そういう時。まあでもさ、5本指の指が5本だからさ、そこら辺のなんらかんらはさ、5つ子じゃなきゃできなかったことなんで、それはラッキーだよね。ありがとう、典型。典型に助けられた部分であるかな。で、これ、なんかいろんなところで言ってるんですけど、最初、5つ子の漫画っていう風に、担当さんと話した時にさ、五つ子っていうところに一回さ、担当さんが五つ子かーって言って、で一回なんかさ黙り込んで腕組んで目つぶってさ、30秒ぐらい五つ子かー、いや五つ子がいいねみたいな。なんかそういう想定はしたみたいです。5つ子が一番バランスがいいみたいです。その時の想定によれば。ヤッピーさん、ありがとうございます。だって前のやつ、2回してくれてる。平等より公平に行こうぜ、のシーンが好き。で、もう1回同じやつ。すいません、2回もしてくれてる。ありがとうございます。あれを思いついた。いや、なんだろうね。なんかさ、いろいろ携帯にメモしてるんですよ。こういうセリフいいよねみたいな。その中の一つではあったかな。で、林間学校でそれを言わせることはもう始まる前から決まったんで、まあこういう動きにはなってったよね。まあ何かで感じたんだろうね、それを。あと大阪府民さん、あ、ヒルドラの影響ね。いや、五つ子ちゃん、昔、若い人は知らないかもしれないですけど、先輩の五つ子がいて、昔ドラマであったんですよね、大好き五つ子シリーズ。いや、そうなんだよね。だから僕そこら辺を無意識に頭の中にあった可能性はあるよね。なんかね、あったなーってくらいなんだけど、実際言われて、あ、五つ子確かに確かにあったあったくらいの感じではあるんですけど、ただ全然それがやってた記憶が僕に五つ子という情報を与えてた可能性はあるかな。
どうしようかな。深層心理ね。あとおそ松さんはどうだっけ。おそ松さんは時期は被ってたんだっけ。なんかそこら辺も影響あるのかもしれないですよね。5等分とどんくらい離れてたのかもしれない、わかんないけど。もうちょっとおそ松さんが僕の深層心理に入り込んでたら、ここは無都合で行きなさいみたいな典型が降りてた可能性はある。とりあえずミク終わり。いや、多分調整入るな。調整入るという予感が、を感じつつ、ミクを終わらせる、これで。ボタンを書く。幻のむつみが入ってた可能性あるね。幻のシックスメンが。じゃあこれで2人完成と。ここら辺をちょっと、これはもう調整ですけど、調整ありき。よし、次誰にしようかな。ちょっと一花は樹とちょっと重なってる部分があるので、先四つ葉いくか。先生はどれくらいの時期の自分の絵で勝負 できると思って自分の絵でいつの時期に勝負できるようになったかの話する。めちゃくちゃ早いよ、それで言うと。うぬぼれ時期ですから、僕の。僕はかなり早い段階で自分は絵で食ってけれると思った。実際はそんなことないけど。その世間を知らなさすぎたから、ゆえにね。まあだからその向こう水な感じが、功を奏したというか、今、おかげで、職にありつけてるという、結果はあるんですけど、まあ早い段階でそうは思ってました。そこで多分ね、引いてたら、いやでもなーっていう感情があったら、もしかしたら今こうなってない可能性あるね。で、実際に
でもなーだしね、今考えるとその時の自分にとって いや勢いですよ勢い。クラスでは一番絵がうまいくらいでいけますよ。僕はそれくらいだったんですけど、それくらいでもう自信ついて、もうよしじゃあ漫画家、クラスで一番ってことはじゃあ漫画家いけるかっていうくらいの勢いでいけると思います。いや、あれですね、それで実際にさ、進路調査にもそれ書いてさ、担任の先生には心配されたんですけどね。漫画家って書いてあるけど、大丈夫かって。廊下に呼び出されてさ、お前正気かって。いや正気かとは言われてないけどえ、俺詳しくないんだけどさ、漫画家ってなれるもんなって、そういう呼び出しは食らいました。親は基本任せてくれてはいたけど、僕の進路については一回だけ、あんたそんな絵ばっか描いて大丈夫っていうことは聞かれましたね。一回そのタイミングあったな、僕が絵ばっか描いてるとき。ほぼ正気か、ほぼ正気かだね。いや同じこと聞かれてたわ、よく考えたら。二人に正気かって聞かれてたんだ、僕は。まあでもさっき言ったみたいに僕はもう何も知らない人間だったんで、先生にこれ大丈夫かって聞かれた時もはいって言いましたけど、はい大丈夫ですって、全く濁りなき眼で、はい、あ、いけますね。で、その後、バクマン見て、あ、なんか、やばそう。なんか、バクマン読んだ感じ、あ、すげえ狭そう。自分の目指してる道って、なんかやばいんじゃない?思った。なんか、グラフあったよね。バクマンのさ、グラフでなんかあったよね。食べていけれる漫画家は、何パーセントみたいな。あ、しまったって思った。いや、あったよね。なんかさ、すごかったよ。だってあれ。グラフのさ、これ、こんくらいじゃなかった。
ちょっと覚えてないけどさ。なんかこんくらいが、なんか一生漫画だけで食べてくれる人の数みたいなグラフあったよね、最初らへんに。あ、やばって思った。なんか、間違った道行ってない？まあでもなんだかんだ、まあね、でもそれから結構時代変わって、実際ね、多分ね、このね、パーセンテージ結構広くなってるとは思ってる。漫画を描く人の受け口が大きくなったから、まあそういう時代の変化とかもね、あって、なんだかんだ、やれてますよ。先生とお母さん。なんだかんだ食えてますね。ありがたいことに。タムタムゲームさん、ありがとうございます。あ、これランダムなんだ。5つ子のポストカード入ってるらしいけど。まだ入ってんのかな。いや、じゃあレアアイテムかもしれないですね。そう、媒体増えたから。あの、アプリとかがさ、多分バクマンの頃ってないよね。今アプリで連載とかもできる時代なんで、増えたし、実際アシスタント不足らしいです。もう本当に漫画家が増えすぎて、漫画家を手伝ってくれてる人が、くれる人がいないらしいですね。ジャンプラ、マガポケとかサンデーもありますよね。まあでも漫画家にとってはありがたいというか、発表のさ、場が多く作られるのはとてもありがたいことだし、漫画がさ、結構一般的に読んでもらえてるっていうのが嬉しいですよね。漫画家がアシスタントに回されることも全然ありますよ。あるあるある。一回連載持った人が、また、次の連載まで時間かかりそうだからアシスタントに入るっていうのは全然ある話だね。リボンから書くよ。リボンが一番手前だから。リボンから書くことで、今書いてるキャラは四つ葉なんだぞと認識させるわけですよ。このキャラに。ポストカードは初回のみか。ああ、限定だったらしいですね。僕もアシスタントの時代ありました。神様の言う通りと、トリニティセブンですね。僕がアシスタントしてたのは。もう上京して。
というか、その、僕が最初に担当になってもらった編集さんのつてで、上京前からアシスタント先探してもらって、アシスタントす日に合わせて上京してきたっていう感じではあります。僕の師匠でありますね、お二人は。大高文さん、ありがとうございます。リボン大きくなってるらしいですからね。これどんどん、さらにこれ10年後もう覆い尽くしますよ。これ本人か疑問に思ってる方、ぜひ下の配信の説明欄見てください。そこに答えが書いてあります。果たしてこの配信をしているのは春葉ネギなのかどうかが書かれているので、ぜひチェックしてください。コウジさん、3年3学期から結婚までの空白の5年間アニメ化みたい。なかなかね、すぐには終わってできないですけど、ゲームやってもらえるとある程度見てもらうことはできるのかな、その部分はね。ゲームで保管ということにしてください。トーチャーさんもありがとうございます。映画楽しみ。でこれが載るマガジンも正式に言っといた方がいいよね。多分僕が聞かされてるやつだと7月4日かな、おそらく。もうこれおそらくとして聞いといてください。多分このいやカラーページってね結構早いんですよ締め切りが。ここからさらにデザイナーさんの期間があるんですよね。このまま僕が描いた絵がそのまま載るわけじゃなくて、なんか文字とか入ったりするじゃないですか。あと人によってはその背景とかね、ああいうタイミングがあるので、ちょっと早めに提出しないといけない。偽物ですか偽物かと思う方はぜひご覧ください。下を、表紙じゃないですね、残念ながら。まあ映画のねお知らせというか告知の一種だと思ってください。でもなんか特集してもらえるような感じはあります。これからわかる5等分の花嫁みたいな感じなのかな。なんかそんな雰囲気は感じてます。特集があるっぽいっす。なんかボツとかはないかな。カラーイラストは好きに描いてくださいっ
というふうには言われます。漫画はまあいろいろ話し合いながら作ってきますけど、イラストでボツとかはないかも。まあ自由に描いてねっていう、あんまどんなイラストでも大丈夫だよと引用してもらっているのかもしれないですけど、そんな感じにはなってますね。いや、これでボットだったらショックだよ。こんな書いてさ、書き直しねって。エルヒツジさん、ありがとうございます。漫画アシスタントで思い出したのに、昨今では追いかけ AI が急速に成長していますね。自動ペン入れ AI なども誕生しそうですが、ネギス業界の皆さんどのようにご覧になってますか？個人的には漫画やアートの裾野がさらに広がって楽しそうだなと思います。 AI に言及しちゃう。ここで AI 問題。いや、なんか軽々しく言えないよね、 AI について。そんな雰囲気を感じるよね。うが、楽しみであります、これは。ざっくり言うと。まあまあまあ、あとはモラルの問題かな。下手に切り取りされたら困るもんね。まあ僕はでも AI の成長は願ってるよ、スタンスとしては。僕の仕事は奪わないでほしいな。僕の仕事は奪わないでほしいけど、僕の仕事は手伝ってほしいな。そんぐらいのバランスでお願いします。そう、これ水着さ、水着カモンって言ってくれてる人いるかも。いるんだけどさ。いや、水着か迷ったんだよね。どうしようね。いや、どうしようってさ、もうさ、ここまで書いたら水着にしたくないんだけど。でもさ、水着の、こんくらいのさ、こんくらいのサイズ感で水着ってあったじゃん。一回。書いたよね。だからな、なんか同じような絵になっちゃいそうで嫌だなと思ったんだよ。まあだから、まあ最初言ったみたいに、まあ今回はベーシックで割り切ったかな。なんか普通の5つ語を書こうって。久々だしっていう風でこんな5人になりました。ゴンザレスさん、ありがとうございます。
漫画とアニメで書き方が違うと思いますが、うまい下手を見分けるポイントや差が出やすい点教えてください。いやー難しい。なんかさ、絵の下手とかってさ、なんかどこなんだろうね。なんか雰囲気じゃんね、そういうのって。どっかで大きく出るとしたら、だけど、すいません、これはね、もう目だよね。一番簡単に絵上手くなりたいんだったら、目上手くなると、まあ、うまく感じはするかな。ポイントというとね、目力みたいな。まあそこで持ってけれる可能性はあるよね。しっかり見られたらダメだけど、目力で持ってくみたいな。まあ、あとは、なんだろう。丁寧に描けてるかどうかって結構重要というか、そこを、まあまだ、初心者だよって人は、そこら辺意識していくと、なんかちょっとずつ変わっていくのかな、と思います。まあただね、アニメとかの分野はちょっともう専門外なんでわかんないですけど、下まつげの良さ最近知った？書いてこ、書いてこ。下まつげ。下まつげ鏡ですから。やべやべ、漫画みたいな書き方でした。下まつげもこれね、まあただ、イラストというのは恐ろしいものでね、僕は、下まつげ反対派だったんですよ、最初。なんか、絵に下まつげあると、ちょっと大人感出て嫌だなって思ってたんだよね、最初。まあでも、もう下まつげ描いて、10年以上経ってるんですけど、最初はそう思ってて、ちょっと大人びるじゃないですか。それなんか嫌だなって思ってたんですけど、なんかさ、イラストを描いていくうちに、そのさ、なんか自分の中で嫌な印象ほど強く残ってたんでしょうね。この下まつげというものを。なんかある日、知らず知らずこの下まつげを描いてる自分がいたんですよ。この印象残りすぎて。この嫌な悪印象として脳に刻まれたはずなのに、そこに手を出してしまってたんだよ。で、その日を境に僕は下まつげを描くようになってしまったんで、皆さんちょっとあんまり苦手なものを見すぎると要注意ですね、これは。洗脳されてってしまいますから。ふーたろう書いてください。はい。添えておきます。
これどうなっけな、いつきが降るからこっち側の袖見えないな。ニケさん、ありがとうございます。四つ葉の目に星が描かれてるの好き、ありがとうございます。これ忘れないようにしないとね久々に描くからしっかり覚えておきます。四つ葉の目の星ファンがいるから。あと忘れがちポイントどこだろう。忘れがちポイントはね、このこれニノの触覚ですねニノのこのツインテールのチョンチョンはこれ忘れがちです。おそらく単行本でも書かれてないシーンあると思いますけど、これ忘れがち。五等分の花嫁スペシャルの内容ってオリジナルではないです。五等分の花嫁スペシャルは単行本でやったところだけですね。まあだから詳しい人はわかるんじゃないですか、何がやるかこの話やってないなっていう回ありますよね。これをやります。よし、四つ葉おしまい。いいペースなんじゃない？あと二人だ。いちかといつきは一緒にやるか。なんか邪魔だな。なんか邪魔ないるな。これちょっと上に置いといて。いや、このいちかのラフの表情好きなんだけど、再現できるかな。主人公様ちょっとなかなかね、カラーイラストだとはぶられがちではあるんですけど、主人公でしたね。たまさん、ちやまさん、ありがとうございます。初めて見ました。ありがとうございます。最近アニメ原画描いてる友達とオリジナルのショートアニメ作る話をしてたんですが、とりあえずキャラ原画とキャラ原画の話を言われてどうしています。人を描くコツ。まず1からですね。じゃあ、ここからスタートですよ。人を描くコツね。人を描くコツはもう見ることですね。もう絵を上手くなる方法って絵を見ることですから。
あと人を見るってこと、まあ、僕がそんな偉そうなことは言えないんですけど、あのさ、ありがたいことにちょっとだけデッサンやらせてもらってた時期があったから、少しマシな絵は描けるかなとは思ってる。その時期がなかったらもっと悲惨なことになってるかも僕の絵って。なんでこんな長時間かけて一枚の絵描かなきゃいけないんだよって思ったけど、あの時の大変な時間があったから今少し楽できてるのかなと思ってるな。だからデッサンはおすすめ。あとはもう真似しまくることですね、好きな絵を。もうそしたら近づくから好きな絵に。そっからですね、上達は。トレースはね、あんま意味ない。トレースよりも見ることですね。見て描く方が、まあ、あの、同じ絵描いてもいいんですけどね。ただなぞるのはあんまりおすすめはしないかな。模写ですかね、どっちかというと近いのは。まあ、模写でもいいし、自分の好きな絵を描く際に、そういや、あの好きな絵描いてる人こんな描き方してたなとかを思い出したり、まあ実際に見たりして、それを取り入れてみる、自分なりにの繰り返しです。で、あとね、人に見せる、これ重要。発表しましょう、絵描いたら。で、現実を知りましょう。なんで自分はこんなに評価されないんだというね悔しさで枕を濡らして、そこからまた絵が上手くなるわけですから。ちょっとイチカの顔、これラストにしよう。ちょっと大変になりそうだな。のほほんちさん、ありがとうございます。みんな大好き、ありがとうございます。これからもね。いつも書く機会はまた来ると思うんで、その時配信できそうになったら配信しますね。今回も配信できてよかった。このあんまいつも書く機会ってさ、取れないからさ。ニノの爪はね、長くなくていいんですよ。まあこの5つ子がいつの5つ子かによるけど、まあ今は長くなくていいかな。いちか早いね、描くの。いちかが一番早い。
いちかがメインの話を書くときが一番原稿提出早かった。W さんありがとうございます。ボトブも好きだけど戦隊も何度も読み返してます。ありがとうございます。今漫画家の卵で雑誌に載せる読み切りのネームを書いているんですが、先生の漫画で紙の端まで書いて伸ばしているコマ、そうでないコマの違いを教えていただけないでしょうか。あーそこね、もうさ、そこに決まったルールはないんですけど、あるよね。漫画読んでる人はさ、よく目にしてると思うんだけどさ、こういうコマとさ、こういうコマの違いありますよね。ここにコマあってさ、ここは飛び出してる。ここ飛び出してない。これはね、なんだろうね。いや、ルールはないんですけど、自分の中にざっくりとしたルールはあって。まあ、単純にですよ。迫力ある絵は飛び出しますよね。とか、広く見せたい絵は。あと、まあ、それで言うとさ、じゃあ全部大きくすりゃいいじゃんって思うじゃないですか。でもなんかメリハリみたいなのも結構必要というか、小さいコマがあるから大きいコマが生きるわけで、そこをまあ自分の中でライン引いてね、ここは大きくいこう、小さくいこう。あと単純に、例えばこれ左ページだとするじゃないですか、この隅はさ、なんか広く撮りたいよね、気分的に。ここすごい広く撮れるから。だからそういう小回りとかを考えて、このコマで次のページ行こうとか。あとさ、もっとシンプルなこと言うとさ、左側の下のこのコマが、ここで終わるより、こうやって終わった方がさ、次のページ気になるじゃないですか。だから僕の中では結構やるのは、こことここは大きくしたいんだよね。なぜならここは次のページへの引き、ここはページ開いた最初に目に映るコマだから。だからこことここは結構重要、考えた方がいいかもという感じです。でもさ、立ち切りを書くのってさ、皆さんの知らない、あ、立ち切りって言うんですよ、あの切れてるコマね、立ち切りゴマって言うんですけど、皆さんの知らない苦労があって、すいません、ちょっと漫画の説明になって退屈かもしれないですけど、なんか、あのね、これ単行、あのね、原稿って、これあるじゃないですか、よく見る。原稿あって、あのね、漫画こういう風に書くんですけど、ここの、この内側の線がこれ完成、皆さんが見れる絵ね。で、これ漫画描いた人は経験してると思うんですけど、絵ってさ、ここまで描くんだよ。この黒い部分全部描くわけ。で、ここ見えないじゃないですか。この部分。この部分さ、見えないけど描かなきゃいけないんだよね。皆さんが普段見てる原稿って、そのさらに外側に絵描いてて、絶対書かなきゃいけないんですよ。なぜなら雑誌作るときにさ、
雑誌っていろんな紙をこうやってさ積み重ねてさ、積み重ねて最後にこの大型ナイフでスパーって切るんだよ、これ四隅で綺麗なこう雑誌ができるわけね、単行本で。すみません、ラブちゃんさん、家の方が見つかりませんでした。ピリが急に喋り始めた。すげえ、めっちゃ怖すぎる、急に怖すぎた。シリ聞こえた今、皆さん。めっちゃ怖かった。ホームポットにはタイマーはありません。だってめっちゃ喋ってる。怖すぎる。雑誌の説明してたら。なんか急に何かが反応したっぽいですね。雑誌のなんかそこら辺かな。でガブちゃんって言ってたし、ね、僕が本名で登録してなくてよかった。いや、うちのさ犬の名前で登録してるからガブちゃんって呼んでた。でこれ雑誌急に戻るんですけど、雑誌ってこれ綺麗に四隅が切れてるじゃないですか。だからこの大型カッターで切るから雑誌が綺麗に本として整ってるんですけど、やっぱさここら辺少し機械でやるからやってもちょっとこの紙がずれてたりするんですよね、ほんの少しずつ、1枚ずつ、まあ大げさに言うとこんなね。それをこう綺麗にする、だから余白の絵の部分が必要なんですよね。だからこれは雑誌に載ることがないんだなっていう部分も書かなきゃいけない。多分このイラストで言うと、ここです。この部分は映らないでしょうね。この部分は多分切られます、仕方ないけど。だから配信で見てやってください。こんなところにリボンあったよと。ガブちゃんの件で話入らなかった。いや途中で第三者来るのは予想外だったな。本名大公開するとかあったね、配信で。僕が本名春馬ネギじゃないということが世間に知られてしまう可能性があったんですけど、それは免れたかな。自分が見てない少しの部分を誰かが見ている可能性ありますね。多分そうですね、ありますあります。人と少しだけ、まあただ今アプリとかでもさ雑誌見れるようになったから、そうなったらもう統一、ね、むしろアプリだけの場合もう断ち切りを書く意味すらなくなってくるんで、だからもう最初から電子って割り切ってる人はもしかしたら書かなくていい可能性はありますね、断ち切りの部分。秋葉ネジさん、ありがとうございます。現れたな。現れたぞ。あー、アーカイブなくなるとこだったかもね。
確かに確かに、暴走で。この書いたのはツイッターには上がんないですね。もう本当に3週間後お楽しみにっていう状態になっちゃうんですけど、ちょっとそれまで皆さんにはちょっと見られない状態続いてしまって申し訳ないんですけど、まあ3週間後見てください。きっと色が塗られていることでしょう。今日と明日、休みのはずだった枠が、休み返上で描いたイラストが載ることでしょう。休みなくなったんだなって思いながら見てください。映画です。そうそうそう、映画のねタイミング、これはもう言っていいよって言ってる、言われてる。いや本当はね、これ裏話しちゃうと、なんで書くことになったっていう話しちゃっていい、これなんで書く流れになったかっていうと、あのね、まずこれ僕の暴走が原因というか、あのむつみ4個もあったじゃないですか。むつみ4コマをこれ僕勝手にやったんですよ。もう書きたくなっちゃって、編集部とか通さずにもうやりたくなっちゃったって、書きたくなっちゃったって、L先生にお願いしちゃったっていう状態で、事後報告ね。なんかこれなんか公式ツイッターとかで載せられないですかって、こんなことをしちゃったんですけどって言ったんですよ。で、そしたら、じゃあ、雑誌に載せるって言われたんですよね。ありがたいことに。あと、次から先に行ってね、とも言われたんですけど、あの、雑誌載せるって、今度映画のタイミングで特集あるから、雑誌に載せるって言われて、あの、いやでも、いや、L 先生の絵はいいんですけど、めちゃくちゃいいんだけど、あの、内容、そんな雑誌載せるような内容ではない。から、いや、ツイッターが一番適してると思うんですよ。うん、ツイッターでやらせてもらえないですかって言ったら、あ、じゃあ、それなら、それでいいよ。まあ、じゃあどうしようか、まあ一枚載せれるけどその分って言われたから、あ、じゃあ僕がイラスト描きますって僕がイラスト描きますっていうことで、僕がイラスト描くことになりました。宣伝宣伝、これもね映画のためですから。積み落とし。いや、そうなんですよね。僕の、なんだろう。身から出たサビというか、僕が変なことしたせいで、
なんか回ってきましたね、イラストのバトンが。まあただいや久々に、いやそこで断れることもできたんですけど、いや久々に一通を書きたいなっていうのも全然あったから、もうだって全然前回の映画以来だね、しっかり書くのは。だからまあこういうタイミングじゃなきゃさ書けないからさ、しっかり時間取って。まあせっかくの機会なんでやらせていただくことになりました。CHKG さん、ありがとうございます。デコ出しの5つ語。デコ出し、かわいいよね。たまにさ、なんだろう。イラストとかで描かれるよね。5つ語のイラスト、今もたくさん描いてもらってるんですけど、たまにデコ出しバージョンが出てきて可愛いなって思って、僕も書いてみたいな。ありがとうございます。次のタイミング機会があればデコ出しにします。白滝さん、ありがとうございます。素敵な絵、ありがとうございます。ありがとうございます。いいよね。ニノとかさ、デコ出し。ニノ四つ葉とかが結構印象残ってるかな。デコ出しイラストは。ああ、そうだね。一年ぶりってことだね、書くの。いや、結構久しぶりだな。まあ、ちょこちょこ書いてはいるけど、やっぱりはないな。書き下ろしとかは僕チェックしきれてないですね。だから結構皆さんとかのタイミング、皆さんが見るタイミングで僕も見たりします。あ、こんなん出たんだってみんなが思うタイミングで僕もこんなん出るんだって思ってる。まあまあまあ、でもそこら辺連携は結構信用してるというかまあ今までの実績がありますか。変なことをここで急にしださないだろうという信頼のもとやっております。秋葉ねじさん、こんにちは。偽物の秋葉ねじさん語り合えたらな秋葉ねじちゃん、花ありがとうございます。イベントにね、いやあとちょっとな、ここ鬼門だな。いや下書きの時点で鬼門だなと思った部分が来たな。
ちょっとこっから僕がちょっと言葉数少なくなるかもしれませんけど、見守っててくれ。よし。こんなもんで、ちょっと行ってみっか。疑問よし、疑問クリア。よし、よし。公式 G カップだった。確かに。公式がそんなこと言ってたような気がします。詳しくは 14.5 巻ご覧ください。なんか見逃してた。何カップでもなる。いや、僕が成長したって言えば成長したことになるから、確かに。僕がここでさ、軽はずみにさ、いや、もう2カップ上がってますって、皆さんちょっと知らないかもしれないですけど、卒業後、数カップ上がってます。といえば、そうなってしまうわけですからね。
いやでもこれはもう一番大きくなればいいというわけではないことを僕は知ってるので、そこは僕が常識人だったことに皆さん感謝してください。あんまり大きくはしすぎません。いや、でかい。確かにさ、いや、僕は、正直、でかくは思ってない。これ、たまに、僕自分のことを見つめ直したときに、いや、でかいのかな、と思って、見直すとでかいなって思うときあるんだよね。ってことは僕は自分でも制御しきれない。なんか大きさにしてるのかもしれない。いやなんか僕はもう手が勝手にでかくしてると言っていいですね。だから僕は脳で大きくしてんじゃなくて、なんか体で大きくしてます。本当に。僕の意思ではないってたまに思うんだよね。あ、こんな大きく書いてはいないな、大きく書いてるはずじゃないのになって思ってるのに大きくなってる時あるから、字が持ってるんだよね。いやマジでそう。あとこれリアルなことを言うと、あのね、多分ね、見慣れてくんだろうな、自分の絵のサイズに。恐ろしいことに。多分ね、どんどん物足りなくなってくんだろうね、自分の絵に。これはあると思う、普通に。だから、いずれ、僕が、恐ろしいものを描き始めたら皆さんが止めてください。僕はもうその時は頭がおかしくなってる。マジそうなんだよね。多分、いやどうだろう、原作漫画描いてた時どうだったんだろうね。もうもしかしたら僕の記憶と違ってたかもしれない。違うかもしれない。まあでも成長期ですから。なくはないよね。一旦これで、あと顔かな。あ、なんか3時間以内に終わりそう。ありがとうございます。なんか皆さんのおかげで、
今日中に線が終わるとはね。ニケさん、ありがとうございます。一番胸を大きくしたキャラっていうと、ま、客観的に見るとお母さんかな設定上はね、お母さんなのかなとは思います。五つ子ママですね。まあ、今この皆さんが見てる5人は5等分されてる状態ですから、まあ、元はかなりすごかったというイメージで書いた記憶はあります。あかん、かわいいな、可愛くかけてしまったな。多分。可愛くかけてしまったな。恐ろしいぜ。自画自賛していこう。これで成長 しますから。これで塗りでもったいなくしたくないな。塗りもちゃんと可愛くしたい。で、いつきです。ラスト。塗りはね、いや塗りね、配信したいところなんですけど、僕ね結構迷ってるから塗り方っていやもうお見せできるようなね感じではないんだよね。実際結構書きながら迷いながら完成させていくっていう、なんか一定の手順でいつも書いてないんですよね。だからかなり、いやーでもねえな、こうでもねえな、なりながら塗ってる。塗ってみたけど、これ全然あかんわってなったらまた塗り直すしね。
アホ毛強調って何アホ毛強調お願いしますって何どんどんでかくなる。いや、風太郎これ残念ながらここまで風太郎の出番はここまでとなります。どうしようかな。三月の目を大きくしようかな。ちょっと整形して、よし、できたかな。いいんじゃないでしょうか。ちょっと待って、ここはこうでしょう。よし、まあこんな感じで一旦塗ってみますか。でまたなんか見えてくるでしょう。こんな感じでどう映ってる。もうちょいこっち行くか。でコメントちょっと一旦オフらせてもらって、よし、じゃあ皆さんありがとうございました。監視いただいて、こんな感じで、まあ、完成をね、お楽しみにしていただければ。で、これが、まあ、だいたい3週間後ぐらいのマガジンに載ります。で、さらに、この完成したイラストを使った、なんかボードみたいな、プレゼントもあるらしいです。そこら辺もちょっと、なんかね、まだ完成してない絵ですけど。そういうのが、まあ、欲しい方はぜひ、マガジン手に取ってみてね、と。じゃあ、今回の配信はこれでおしまいにしたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ、切りますね。ありがとうございました。また配信した時によろしくお願いします。お疲れ様です。